ブルン。あ、君はうるさいにゃん。うるさいにゃん。うるさいにゃん。私のワイフ、多分彼女なんですよね。はい。チャオ、ゆりこたいがです。みなさん、こんにちは。今日はトップ10の嫁さんを紹介したいと思います。で、やはりここに文化の違いが現れます。なぜというと、やはり外国人男性はわからないけど、強い女性が好きらしいんですよね。で、ちょっと日本人と似てるところとあるけど、全然違うところに似てる、なんか全然似てないところもあるなので、最後までこの動画を見てください。私のトップ5で言えばいいかな。トップ5の好きなキャラクター。本当、男だったらもう彼女はワイプにしてほしいぐらいのあれなんですけど、5番はね、アルベールです。エロいお姉さんの雰囲気がものすごく好きです。ものすごく好きです。ものすごく好きになるんですよって思う。ベスト4、ガールパンのアンチョビです。まあ、やはり私のなぜワイフなのはちょっとイタリアンっぽいところがあるですから。アンチョビちゃん、かわいい、かわいい、かわいい、とにかくかわいいんですよ。ナンバー3に行きたいと思います。全身のモナちゃんです。わーい、結婚したい、お嫁さんになってくださいとか思う。はい、ここはナンバー2に行きたいと思います。これはね、やはり他の外国人もそういっぱい思ってるから同じにしてしまったなんですけど、ダリン・デ・フランクスのゼルツンちゃんです。ゼルツン、お魚食べるシーンがすごい好き で彼女をそこに出てきて、うわー、ワイフになってくださいになりました。ではナンバー1、これはね、私はフィギュアも持ってるなんですけど、実はフェイトのセーバなんですよ。うわー、私は超大好き。私のワイフ、私の嫁さんはセーバでございます。可愛いだろう。はい、天のやつはあれ、これカタカナが読めないなんですけど、ロックベル、ウィリー、ウィリー、ロックベル。ハガレン、そう、ハガレンのウィリーちゃん。まあ、確かに、確かに、もう確かに嫁にしたいなってか、気持ちが分かってきた気がする。彼女はまずすっごい頭いいんですよ。こんなに頭いいし、で、強いっていうか、一人で頑張ってる、一人で頑張り屋さん。強いんだけど、すごい優しくて、ちょっと、ピュアのところがあるんですよ。外国人の女の子に、なんか外国人の女の子っぽいなってすごい思うんですよ。だから人気があるんじゃないかなって思いました。いろんな方はウィリーちゃんを見ると、一番最初はやっぱりどうでもいいってな感じ、キャラクター存在だったなんですけど、ストーリーに進んだら、まあ、色あるんじゃないですか。そのハガレンの中でやっぱりウィリーがいるからこそエッドがいろいろできたんじゃないとか、ウィリーがそばにいてくれたからこそできた。やっぱりそれはお嫁さんみたいな感じ、すごいお嫁さんね、ワイフみたいの立場になります。9番に、え、あれ、これかった。9番に行きたいと思います。ドラゴンボールの18号です。おお、やっぱり強いな。でもまあまあまあわかります、まあまあまあわかります。で、すごいかっこいい。そのかっこいいぞね、やっぱり外国人は憧れる、男性と女性も。なんかなりたいとなってほしいとか いっぱいいる気がしてて、で、そのセクシーなところでもすごい強いのはみんな好き。これネタバレになる？ネタバレになるかな。もうちょっと古すぎてさ、わからないけど、クリリンさんと一緒に結婚するときは超可愛かったの。やばい、やばい、それは本当の愛だって思います。ゆりこたいが .jp というのオンラインストアをやってるんですけど、その18度の雑誌、
動画じゃない写真集、デジタル写真集も売ってますので、よかったら買ってください。よろしくお願いします。ではトップ8、トップ8に行きたいと思います。ナルートの日向優雅です。ボン。それ、これは日向ちゃんはね、多分さくらちゃんがいるからこそ日向ちゃんが好きになる気がする。やっぱりタイプは全然違うし、で、なんでんだろうね、さくらちゃんと日向も日本人の女性として生きてる。なんかさくらちゃんはどっちかというと私から見るとちょっとメヘラだと思ってるんですよ。ほんとメヘラですよねとか思う。で、日向優雅は、あの日向ちゃんはね、やっぱりなんか、なんでわからないけど、昔のメイゾン一国とかにすっごい思い出す存在。やっぱりその、お優しい、ケアしてあげてるし、本当子供が大好きだし、その、ずっと愛する、なんでわからないけど、その優しい、それに癒されます。うわぁ、私と一緒にずっとなってください、とかになる。だったかな。リオスグラモリーハイスクールかけるリかけるリリアスちゃんです。いやー、これは本当残念なんですけど、フィギュア持ってない。すごい欲しい。リアスはね、私もコスプレした時にポン、コナミのハイスクールのこの作品のパチスロットができた時に公式でコスプレさせていただきました。嬉しかったです。胸もすごく大きかったです。胸がすごいぷわーぷわーぷわー。なんでリアスちゃんがこんなに人気のキャラクターなのは、やっぱりそれはセクシーだから。ものすごいセクシー。まあそれはそうだね、セクシーなんですけど、たまにわがままでも優しい、でもやっぱり愛してくれ、なんか愛してくれるの気持ちは素直みたいの、あと人を守るみたいのやつが多かったんですよね。絶対エッチ毎日したくなるの女の子なんですよ。だから嫁さんでいいよ、これで嫁さんでいい。もう毎日いっちゃいいじゃん。ウォー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 でできたらいいじゃん。私の特にイタリア人からのファンが、リアスグレモリもう一回やってくださいとか本当多いです。だから、あ、もう一回やってみようかなって最近思ってます。パーティオンとかファンティア、今あのファンクラブを使ってるんですけど、インターナショナルと日本の向け、よかったらぜひ会員になってください。これでお金集めて、私の、あの新しい毎月の新しいコスプレが、あの用意してるんですよね。で、目的をそうできたら、その新しいコスプレもやります。で、皆さん何がみたいのは皆さんも選んでもらうから、それで楽しい。で、一つはリアスなので、もうそろそろパートで呼んでもうリアスになるんじゃないかなって思ってます。よかったらみんな、あとはチェックしてください。ここの下に書いておきますよ。トップ4はスウォールドアートオンラインのアスナです。わー、アスナはね、やっぱり女性としていい、たくさんクオリティが持ってる、あの持ってる人間ですよってね感じで、で、あの彼女がいるからこそアニメ最後までを見たいんですよとかのコメントが多かったんです。あと、あ、やっぱり人を守るっていうか、ケアをする。これは日向ちゃんとちょっと似てるところは、やっぱりゆいちゃんとかをケアしてる、まあ、ケアしてる、いろんなアドバイスとかそういうことをしてる時にやっぱり好きになるキャラクターなんですよね。どっちかっていうと、綺麗美人さんだし、優しいし、でもちょっと強い。そこまでわーってすごい、なんだろう、あのかっこいいとかで言えはないけど、なんか彼女にしたい。多分こっちはの違いのは、ワイプまでは多分私全部アニメ見てないからわからないけど、私男だったらちょっと彼女にしたいんじゃないかなって思ってます。トップ3に入ってるのは、リゼロから始める異世界生活、レムちゃんです。イエーイ、レム、やっぱり
それ日本人と一緒じゃんって思った。レムちゃんはね、やっぱりアニメの中ですごいあのインパクトがあったキャラだったんですよね。あのどっちかっていうと頑張り屋さん、忠実な人、あとすごい優しい、スイート、すごいスイート、どっちかっていうとすごいハグしたい、可愛いお姉さんみたい、可愛いお姉ちゃんみたいの存在になってるんですよね。でもサイコ、これはねよくわからなかった。なんでサイコパスの人が好きなの。サイコ、サイコだからこそ好きになってきた。えー、ってな感じになった。へえ、嘘だろってみたいなんですけど、ほんとサイコだからこそ好きで、もう覚悟してる、死ぬ、愛のために死ぬの覚悟はしてるから、それは憧れるみたい。はい、トップ2に行きたいと思います。これは日本と一緒になるかな、ならない気がするけど、刺激の強靭のミカサでした。うわー、まさか、え、ミカサ、そう、ミカサなんですよ。ミカサはね、すっごい強い存在として憧れる。で、静かに、主人公のことがすごい好きだから、そういうずっとなんかしつこいではなくて、ずっと好き好き好きってな感じよりは、好きだからこそ私はいる、あなたを守れるみたいのスタンスでみんな気になる、それはお気に入ってるみたいな感じですよね。で、パーソナリティもいいし、すごいセクシーだし、でプラスはすごい強い。どっちがっていうと、まあワイフにしたいんだったらやっぱりこの3つがないと俺が結婚できないみたいとかは多かったんですよ。例えばよくみんな言ってるのは、エレンはわからない、エレンがバカすぎて殺したいとかちょっとすごいやん。はい、では一番のベストのワイフは、確かにこのキャラクターは外国のイベントに行ったらものすごい人気、ほんとコスプレいっぱい見るし、コスプレやってくださいとかリクエストも多かったし、で、なんだろう、このキャラクターが大好きとかの話はすごい昔からずっと聞く。それはね、フェイリテイルのエルザ・スカーレットです。エルザ・スカーレット from フェイリテイル is the best wife on the world、ベストワイフオンデワールドって言えばいいかな。すごい、まさかってな感じで、エルサはどっちかっていうと美人、すごいビューティフルウォーマンなので、もうやっぱりベスト1じゃないと俺が納得しないみたいとか、彼女は誰かを愛してるのためにサクリファイス、死ぬまでする。それは多分レムちゃんに似てるけど、レムよりはもうちょっと騎士っぽい、騎士っぽいスタンスがあると思う。エッサさんはなんかちょっと男っぽいな、どっちかっていうと男っぽいなって私から見るなんですけど、ちょっとだけキャラクターを知ったらね。だからその大切にしてくれる人のために本当何でもする女の子、それはみんな憧れるらしい。国によって変わってる。だからはっきり言うと、多分ヨーロッパ、アメリカとアジアは全く違うから、私から見るとのは正しいのは、ナンバーワンはゼロツー、ナンバーニーはレム、ナンバーサンマはエルサ・スカルレットだと思ってますか、ミカサ。それは正しいと思います。で、全部違うから、あ、本当それだなって思う。エルサー、まあやっぱり憧れる存在なんですよね、私から見ると。で、嫁にしたいんだったら絶対ゼロツーってとか思います。まあ似てるのところはありますよね。でもそれが面白かった。なんか日本のベスト10の例えば綾波レイとか多かった。綾波レイはね、絶対日本、外国は人気ない。外国は人気ないんですよ、綾波レイさんは。なぜというと、そういうクーデレがわからない。そういうずっとちょっと溜まってるみたいの、なんか、ちょっとネガティブに見えるぐらい。なんだろう、ずっと、なんか、こう。どっちかというと、レイかアスカ、絶対アスカを勝つ。絶対アスカの方が勝つんですよ。そう、なんだろう、それはね、多分外国人
うるさいからかもしれないんですよね。やっぱりうるさい女の子も好き、そういうわがままのお姫様っぽい、私ってさみたい、私のために何をやるのみたい、あんたバカとかはやっぱり好きなんですよね。はい、皆さんだったら何のお嫁さんに、な、誰のお嫁さんにしたいのは、ぜひコメント書いてください。やっぱり日本人の答えもすごい知りたいので、私のファンだったら何のキャラクターと結婚したいのは、絶対知りたいので、自分のベスト10とかベスト5を書いてください。コメントを読みますので、あとはリプします。ありがとうございました。あといいねして、コメントして、登録のボタンを忘れないでね。ありがとう!チャオ!グラッシェ!好き。